マロじゃん。マロみたいなやつがいっぱいいる。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はスーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。前回からの続きだね。この村から出て、今モンスタウンにいるんだけどね、ここから出て、あ、お帰りはこちら。そうだよね、なんか空の島に行くみたいなこと言ってたよね、確か。さあ来ました。あ、このままカントリーロードを越えていけばいいのかな。あれ、ここでも来たことあるとこだよね。あれ、ちょっと待ってね、合ってるのか、ここで。でもここについてるもんね。モンスタウンを越えてカントリーロード、こっから、あ、新しいルートがあるのかな、多分ね。マグマの方に行くんじゃない。そう、じゃあこれボイーンと行って、どこでなんかあったっけな、どこがどうなったのかちょっと覚えてないけど、はい、ここ行くでしょ。で、まあこの子、まあ戦っとこうか。で、まだこの先だよね。なんかどっか途中で止まってた気もするような。ちょっとここ飛ばすわ。で、ここだよね。ここはこの先なんかあれがあって、なんかこの先変なのがあったよね。で、こっちはどうだったんだっけ?ちょっと行ってみよっか。あ、違うわ。下の方は、あれだ。確か、ケロケロ水路に繋がってたんだ。そうだよね。で、こっちは、まあ、ここちょっと普通に進ませていただいて、で、そうだね。で、ここは別に入れないから、また下に降りるんだ。あれ?でも、そしたらここにまたたどり着いちゃうよ。ん?なんだ?どういうことだ?こっちに進んでみるか。うわー、ちょっとわかんないなー。なんて言ってたっけな、ちょっと前回のやつ振り返らないといけないかもしんないね。なんかパタパタ機動隊みたいなのがどっか行ってたような記憶はあるんだけど、あんま覚えてないですね、正直ね。あまり覚えてない。あ、でも一応あ、もうここ進めないもんね。うわー、忘れちゃったなー。ちょっと、前回の動画見るわ。この子がビーンズバレーに行きたがっとる。あの子のが、あそこの崖を登れるようにしてやってほしいんじゃ。Yes, sir! 作戦、復唱します。ヒゲに崖を登らせる。了解しました。これより我々はカントリーロードの崖に向かう。遅れないようしっかりついてこい。いいな。作戦抱え!そういった、かっこいいね。これで OK じゃ。頑張って探してきなされ。はい、見ました。なんかね、パタパタの子たちは、カントリーロードの崖に向かいますって言ってたわ。で、崖はね、ちょっと、確かね、思い当たる節があるんですよ。そこに行くわ。崖に行きますと言ってたんで、これはよくって、いや、ここじゃなくて、ね、もう一個前だな。確か。そうそう、これがこうなってるでしょ?で、これの一個前だね。そうそう、ここの下の、いや、違った?あれ?なんかあった気がすんだよな、崖。あれ、どこだったっけな?もう一個前かな?どっかにね、確かになんか崖みたいなあったんですよ。うわ、どこだったっけ?なんかあるなーって思った記憶あるんです。あれ、違うなー。どこだったっけな?ちょっと待ってね。ここは何も降りれないでしょ?まあ、どっかなんですよね。カントリーロードのどこかっていうことはとりあえず分かったんで。なんか崖って言ってたけど。
ここでもないでしょ。これも下降りられない。でこれも下なんかあると思ったけどなかったよね。そうだよね、別にないよね。行けるところない。ここ入れないもんね。さあマロのレベル上がりました。マロにね今あの経験値2倍のやつ持たせてるんだよね。なのでマロレベルアップです。まあここはまあ物理は別に上げなくていいから魔法を頑張って上げていこうか。じゃあこの奥かな。あともう残る候補がこの奥だけだわ。そうなんかね崖はね僕あ崖あるなってなったのは覚えてるんですよ。崖あるなーって思ったんだけど、この中だったっけ。この洞窟の中だったかな。ちょっと行ってみるね。あれ、あら入れない。あ入れた入れた。はい、がっつり探索したんですけどここまではなかったね。このこっちもカントリーロードなのかな。こっちは、あ、ここもカントリーロードなのか。じゃああれだね、こっちの可能性もまだ残されてるわ。こういうところもそうだよね。だから、これなんかあり時刻とか見せてくれるんじゃなかったっけ。もう逆から行ってみるか。うん、そうだね、ちょっと逆側から行ってみるわ。はい、モンスタウンから戻れるかな。あ、そうだね、こっちから戻って行ってみるわ。あ、これベローム神殿に来るのか。これも簡単に戻れるでしょ多分。一回もう攻略してるからね。あ、いいね。そうだね、戻りは簡単。戻りというかまあ行きも別にそんな難しいところじゃなかったもんねここね。さあ戻って戻って戻りの戻りの戻れるかな。これ戻れなかったらやばいけど、あこれで戻るのかな。あでもこっから戻れるじゃん。でここの頑張っていってで、はい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 。で、ここ入って、ここ入って、怖すぎ。怖すぎ。あ、こう戻って、で、ここから戻るのかな？はい、戻ってきた戻ってきた。これだ、の方が多分行きやすいと思うんだよね。こっちから戻るにした方が、行きやすいと思うんですよ。さあ、ここ行ってみよう。あったいや、よかった。逆ぐらい行っててよかったわ。いきなりあったわ。サージェントパター。よし、全員配置完了。よいか、マリオくん。ここがゴールだ。我がパタパタへの甲羅を飛び移り、ここまで登るの。うわ、難しそうだね。パタパタの上を乗っていくと。クライムヒーって書いてあるね。行くの？行けないけど。あ、行ける行ける。よっしゃ、頑張ってみるか。ほいほい。ちょっと待って。終わった。慌てず急げ。わかった方。パタパタが動くんだね。だから、こうだ。うわー、ちょっと待って。結構むずいぞ、これ。距離感が難しいからね。オッケーオッケー。まあ、ゆっくり行こう。あははははゆっくり行こう。別に急ぐ必要ない。なんか多分タイムを競う系のやつなんだろうけど、別に急ぐ必要はないから、多分ね、現状ね。むずいちょっと待って、めちゃくちゃむずいんだけど。いや、キャラコンだよな、これ。キャラコンが難しい。いやー、難しいな。ちょっと待って、コツ掴むのに時間かかりそうだな、これ。こういった方が分かりやすいのか？あ、もうこれ止まってくれるんだ。だから待ってよ。待ってたらいいわ。あ、これでいい、これでいい。なんだ、こういう風に、ちゃんと止まってくれるんだね。だタイム競うとかは急がないといけないだろうけど、待ってね。
あー一回離れたらあれなんだね。いやでも分かった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 。ちょっとこの斜めになってるからそこがすごい難しいんだけど、冷静に行こう。 OK 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 OK、 冷静によいしょ。 OK OK OK、 ゆっくりゆっくりさらそう。 OK OK OK、 あーでここに乗り込んで OK、 いけたいけた、いけました。到着は25秒53。まずまずだな。いやこれ多分競ったりとかするんだろうね。君には乗れないの？あ、乗れるじゃん。おい。さあ、これでじゃあ行きましょうか。はい、続いて、ビーンズバレーだね。さあ、来た。いい音楽だね。いきなりハチさんがいて。いてー！さあ、まず、じゃあこっち側から入ってみようか。右側から入ってみます。隠し宝箱があるけど、まあ、それ一旦無視して、次、ここね。はいはいはい。あ、ここ入れるんだ。いやー、それ複雑だな。待って待って待って、氷いけて、こっちはどうなってんだ？右側は、いや、あるね。OK、じゃあこっち入ってみようか、一旦。あ、で、ここで宝箱。あ、OK、OK、ここで行き止まりになってくれてるのはありがたいね。逆に言えばね。ってことは、一番最初の左の土管か、こっちしか現状選択肢がないという感じだね。で、ここに無限の土管がある。これ、入れるとかあるのかな？なんか水やってるぞ。水やり始めた。入れる。で、宝箱ある。うわー、これ、フラワー欲しいな。無敵は一番いらないよね。あ、無敵でもいいね。ああ、そういうことか。これあれなんだ。スロットみたいなことだったんだ。隠したから僕あるけど、まあ、一旦スルーして、でここに乗ったら多分、ヘイホーが、水をやってくれるんじゃない多分。あ、そういうことか。あ、で、この子を倒したら入れるようになるってことか。オッケーオッケー。で、これで入れて、何回でもチャレンジできる。これ、無敵が欲しいな、ガチで。トントントン、あ、あー、あ、でも星なんじゃない？コンペイトーじゃん。あれ無敵スターじゃないの？コンペイトーって何？コンペイトー、敵全体を攻撃。あー、であればフラワーが欲しいね。この子に水をやってもらわないといけないんだよね、多分ね。いや別にいいのか。別にここ無理しなくていいんじゃない？無理に今行かなくていいような気がするんだけど。そうだね。こう同じことの繰り返してね。ここに入って、いやーなんか違うとこ来たわ。うわー、なんだべーなんだべー来た。この子ね、強いんですよね。むちゃくちゃ。これちょっとウルトラファイヤー使うかな。この子ね、強いっすね。むちゃくちゃ。わちゃ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 、向こうなんかい、やばい、強、爆発強すぎ。雷ドッカン。いや属性系は無効なんだ。これ物理しか効かないんだ。待って、強すぎるんだけど。何モックン、めちゃくちゃ強いわ。モックンから倒した方がいいか。モックンをボコボコ殴ろう。あ、マックン倒れた。物理でガンガン殴ってくんだね。じゃあモックンいくらでも出てくる。これはもうあれだな、モックン無視だな。モックン無視でこっちを殴っていこう。そうだね、モックンは無視で、この子が逆に全体攻撃できるから雪やコンコンで、あ、これか、こうだ。オラオラオラ、ドシン。あ、しまった、向こうなんだ。あ、そうそう、向こうだ。やばい。あー、ミス。忘れてた。普通の攻撃じゃないと、物理じゃないと効かないから、なんだべよ、もう倒そう。
オッケーオッケー。で、あとはモック君は普通に倒せるから、こうだね。よいしょー。オッケーオッケー。倒した倒した。強かったね、普通に。おぉ、コインも結構たっぷりよ。で、アイテムももらえるよね。え、アイテムもらえないのこれ。そんなことあんの？アイテムがもらえない？で、これなんか上行けて、ピョーンって行けるんだけど。これどういうことだ？おぉ！いや、じゃあ探索しといた方がいいね。こうなってくるんだったら。変わるんだ。しかも隠した宝箱もあるんだけど。これ絶対あれだ。いててててててて。お、マロレベルアップ。いいね。アイテム持たせてるからね。レベルがぐんぐん上がるね。まあ、ここはじゃあ、HP 上げとこっか。で、多分ね、これ、この宝箱の上に多分乗って、だと思うんだよな。多分ね。ちょっと難しいね。ここに、うわー、難しいね。ここの上に乗って、だと思う。違ったわ！めっちゃ頑張って乗ったのに。めちゃくちゃ時間かかったのに。めちゃくちゃ、まあ、そんなね、5分とかもかかってないけど。頑張ったのに違いました。さあ、じゃあ、あともう2つも探索しとこっか。さあ、ジーノレベルアップ、26レベルいいね。ジーノは、まあ、魔法が3上がるから魔法にしとこっか。あ、クッパもレベルアップ、24レベル。クッパは、物理でいいかな。さあ、じゃあ入りましょう。いや、今日結構探索で時間かかってる。何？あいつ初めて見るわ。待って、ちょっと待って。これ回復しといた方がいい、さすがに。フラワーカプセルあるじゃん。使っといて。うわ、スーパーキノコとかしかないんだ。もういいや、マリオのキノコ使っとこう。いてー！邪魔な！邪魔者入った。オッケー、じゃあ行こう。この子と戦おう。ワン、ツーだって。あー、そういうことか！ワンワンだからだ。そのワンワンの強い版でワン、ツーってことか。ここちょっとGのフラッシュで一気に決めていく？Gのフラッシュ。Gのフラッシュ！ドカーン！太陽ボヨヨヨヨヨーン！ドシーン、どうだ？あれ？意外と弱かった。めっちゃ強いかと思ってた。むちゃくちゃ弱いじゃん。ちょっともったいなかったな、Gのフラッシュ使うの。しかも何ももらえないし。まあでもいいや、ワンツーって初めて見たからね。で、最後ここ。この子倒せない？あ、倒せるね。この子もじゃあ倒そう。あ、ただのトンダリアか。ただのトンダリアでした。なんか特別なね、水やり、兵法とかそういうのじゃないんだ、別に。オッケー、じゃあ最後、ここを探索しましょう。一番最初のところのね、左はね、できてないんですけど、あ、これか。いや、お花が欲しいけどね。カエルコインをゲットしたのかな、多分ね。オッケー。で、ここでセーブできるから一応セーブしときましょう。じゃあ先進もっか。お、またやってるね。やっときますか。ここでラストだもんな。つぼみかわいいね。でもなんかボス BGM なんだけど。なんか強いの？めちゃくちゃ弱そうだけど。ランランラン。来た。突然だけど水まく時間よ。ランランラン。CCC。うおー、はいほうはいほう、ランランラン。つぼみ。二つに増えた。これ全体攻撃でやってみる？雪やコンコンとかどうですか？いや、ここはあれだな。雪やコンコンじゃなくていいな。電撃ビリビリでいいんじゃない？電撃ビリビリで。FP な、ちょっと置いときたいからね。炎、いて。炎、いて。これ多分ね、まだ、つぼみがあるから、ほら、まだ下に三つあるでしょ。最後5本になるんじゃないかな。ボスなんでしょ、これね。だってセーブポイントがわざわざあったから。ランランラン。あ、二股になって次は三股だ。枯れないようにたっぷりあげるの。ランランラン。シーシーシー。ほら来た。ハイホーハイホー、ランランラン。これが本命じゃない？だからこの子に対して雪は、もうつぼみなくなったもんね、完全に。この子に対して雪やコンコンをぶつけると。おりゃれれ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 や。ドシーン。弱点か？
どうだい？ドカーン！よっしゃー強い！まだあった！ランランラン！今度の水はちょっぴり刺激が強いの、ラン、ララン？ CCG！ どうなる？はいほうはいほう、ランランラン！きたー！なにこいつ？クイーンフラワー、クイーンフラワーだ。じゃあここはもう G のフラッシュでいいでしょう。ガンガン使っていこう FP。そこー！でも弱点なんじゃない？炎タイプだもん。草タイプでしょ絶対この子。これ炎属性じゃん。あ、いやー弱点じゃない。雪やコンコの方が強かったな。まあ、ここはじゃあマリオに普通に攻撃してもらって、OKOK。で、雪やコンコンで最後フィニッシュしようか。雪やコンコンフィニッシュだ。これは弱点だったもんね、さっきね。だから、500ぐらい入るんじゃない？どう？爆音 482! オッケー倒したー！いいねー！強くなってる。ちゃんとレベル上げもしてるからね。あらあらあら。クイーンフラワーがやられてしまった。このままでは、マルガリータ様に怒られてしまうっす。マシュマロの国には、誰も入れてはならぬと言いつけられていたのに、マシュマロの国に行くの？どうしよう。あ、雲だからじゃない？雲の上の国みたいに言ってたもんね。逃げちゃうっす。逃げちゃった。なんか髪がヒラヒラと落ちてきて、よく育つ種だそうだ。持って行ってみようか。持っていく。種を手に入れた。え？種、よく育つ種。どこに使うんだろうね。とりあえずじゃあ先進みますか。ね。いや、一番最初の左のところを見逃してるから、ちょっとそっち戻ってみるわ。そう、こっから一番左のこっちね。入ったところの左側は行ってないんだけど、何もない！何もないかい！そんなことある？オッケー、じゃあさっきのとこ戻ろう。オッケー、じゃあここだね。入ってみたいと思います。はい。なんだこれ。うわ、上に行けるんだ。新しいとこじゃないじゃん。お、なんとブロックから豆の木が生えてきた。豆の木に登るにはもう一回ブロックを叩いてね。そういうことか。他はもう行けるとこないね、ここね。オッケー、じゃあもう一回叩けば登れるんだ。うわ、すごい。空島だ。来た来た来た、豆の木。かわいい、雲かわいい。これ敵？敵や！バーディーだって。あ、バードみたいなことか。この子強敵だから先倒そう。強そうだわ、なんか。レベル上がってるでしょ、絶対。でもこれ飛行タイプでしょ、絶対ね。電気ビリビリが、がっつり入るんじゃない？これ。飛行タイプでしょ。オッケー！ベリーオッケー！さあ、マリオが30レベル来た、ついに。30レベル。物理が2上がるから物理に行きましょう。で、なんか説明が書いてあるけど。ツタの登り方、登る。ツタの周りを回る。はいはいはい。で、進む方向に傾けて B で飛び移る。下の影によく注意して登りましょう。うわぁ。そういうことね。で、ここで、いや、待てよ。こうだね。飛び移ることができると。まあ、コインも集めつつ。いや、普通に難しいな、操作。まあ、こうして、こうだね。しっかり慎重にやっていこう。慎重にやって、で、カエルコイン、いただいて、これはもう動かないんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、登っていきましょう。さあ、宝箱ある。さあ、フラワーカプセルゲット。さあ、のぼのぼして、あ、そこにあるからこれゲットして、いいよ。おい、おい。上の影に注意してね、確かに。コインゲット、コインゲット。あ、上に登れちゃったね。うわぁ、これ、左もあったもんね、今ね。ちょっと探索必要かもしんない。で、こう回って、
ちょっと斜めになってるから難しいね、普通に。まあ、コイン取ってこっか、一応ね。ただこれ回るのがむずいわ。これ多分伝わらないけど。このスティックの向きが。意外と難しいです。ワープ。温泉。わけわかんないな。温泉だけじゃわかんないって。温泉に行けるの？ワープっていうのもあるけど、一旦でも上まで行っちゃいたいな。その上で探索したいよね。次の街に行ってセーブしたいよね。だからちょっと上行ってみるわ。ここはあえて、あえての上。きたー、マロじゃん。マロみたいなやつがいっぱいいる。みんな、え、誰？マルガリータ様だ、これが。ちょっと聞くざます。マシュマロ王の病気が一向に良くならないので、この国を治める人がいないざます。ほら、マロみたいな子だ、クモみたいなね。しかし、私マルガリータが行方不明だったマロ王子を見つけたざます。いるよ、ここにマロ。マシュマロの国のマロ王子だったんだ。マロ王子どうぞ。いや、僕の近くにいるよ、どうぞ。どういうこと？ほら、王子も久しぶりに大勢の人前に出るので恥ずかしいのかしら。おほほほほほ。ちょっと早くするざます。通れない？そんなに太ってるからざます。いや、誰やねん。誰やねん。めちゃめちゃ来る。カラスじゃん、普通の。マロ王子ざます。お帰りなさい、マロ王子。なんで信じてるの？太りましたね、マロ王子。失礼。めちゃくちゃ失礼。真っ黒ですね、マロ王子。何ですか、王子。まあ、この私が そんな、でも王子で、王子がどうしてもとおっしゃるなら、てん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 。決心したざます。悩みましたが、王子の仰せつけにより、女王を務めさせていただくでざます。うわ、これが作戦だね。マロがいないのをいいことに、勝手にマロ王子を作り出して、マルガリータっていうのが女王になったんだ。マルガリータ女王。あ、なんで素敵な響きざましょう。そういうことになりました。では皆の者ごきげんよう。早く入るざます。詰まってたな。なんと偶然にも僕と同じ名前の王子様がいたんです。おい、絶対違うって。見てよ、髪型とかも全く一緒だって。気づいて。さあ、次のスターピースを早く探しましょう。なんで気づかないんだ。あ、ここはショップだね。で、ちょっとあれだね。時間が来たから終わろっか。ちょっとセーブポイント見つけて。で、次回ちょっと探索からやっていこう。このスター印のところが多分セーブポイントなんで、スター印のところを話して、ちょっと次回、この探索からね、やっていきたいと思うけど、セーブポイントないな。え？ちょっと。めちゃくちゃ楽しみなんだけどね。めちゃくちゃ楽、うわーおー、ちょっと。早くセーブポイントどこ？めちゃくちゃ楽しみなのがどんどん出てきちゃってるけど。セーブポイントがない。宿がない。宿がないっすよ。超楽しみなんだけどな。あったあったあった、ここだ。ここにあったわ。ここにセーブポイントありました。ということで、次回ね、このマシュマロ王国の探索から始めていきたいと思います。超楽しみだわ。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。